こちらは今日田原市の農園で行われていたバナナの収穫作業。まだ今日ではなかったんですけれども、台風が来てるということで、全部倒れてダメになってしまうよりも、先に収穫して、追熟させるっていう、全体でいうとあとまあ1週間ぐらい先に、全部収穫する予定でした。吉田園では去年6月、台風2号の接近に伴う豪雨でハウスの中まで浸水する被害が。もう下が全部水で浸かっちゃったっていう、ここぐらいですね。全部植えてある野菜は全滅に近い状態になりました。今年は虫による被害も出た作物もあり、今回の台風による被害はなんとか食い止めたいところです。まあ、やれるだけのことをやって、あとはまあ過ぎ去るのを待つっていうぐらいしか